105度で動作可能。周波数安定度 100ppb の TCXO と、ストラタムさん対応 TCXO を紹介します。これらは、周波数同期や時刻同期の機能が必要なネットワーク機器、およびこれら機能を必要とするその他のアプリケーション向けの製品です。TG7050K シリーズ、10端子と TG7050M シリーズ、4端子は、CMOS 出力またはクリップドサイン出力を有した、高精度な温度保証推奨発信機です。10〜54MHz の周波数帯において、低位相ノイズを実現しています。近年 5G 基地局など同機網に対応した安定性要求や、屋外設置や小型化、ファンレス化に伴っての105度対応の要求に対応した TCXO です。安定性要求に対して、従来品よりも、周波数温度特性、周波数温度スロープや位相ノイズなどの特性を改善しています。本製品は同機網に対応した、フリーラン特性や TDEV、M 帯特性なども業界標準規格に準拠しております。ストラタムさん向け TG5510CA、10端子、TG5511CA、4端子もラインアップしています。この製品のターゲットアプリケーションは、スモールセル、マイクロウェーブ、ラウタースイッチ、サーバー、OTN、などです。いずれも周波数同期や時刻同期の機能が必要なネットワーク機器です。FA、インダストリー、メジャーメント、ブロードキャスト、についても近年は同期システムを内蔵するケースでは、この製品のニーズがあると想定しています。本製品は業界標準規格のフリーラン特性や、TDEV、M 帯特性に準拠しています。それらは、ストラタムさん、シンク E、IEEE1588 です。ワンダー特性では変動周波数が DC から 10Hz 程度の、ゆっくりした位相変動の影響が現れます。一つは TDEV、タイムデビエーション。もう一つは M 帯、マキシマムタイムインターバルエラー、などの測定方法でワンダーを表現します。ワンダーでは、周波数温度特性、周波数温度スロープ、位相ノイズなどの特性が複合的に評価できます。国際標準化団体の ITUT で同機網のワンダー規格を定めています。本製品では標準 G.8262 の規格に対して十分に余裕のある実力値が得られています。ダブルシールと呼ばれる推奨振動子を二重に封止する構造を採用しており、外乱影響に対して安定しているので、良好なワンダー特性が得られます。本製品では、従来品と比較して同機網システムにとって重要な、1Hz から 1kHz の近傍離調周波数における位相ノイズを、最大 10dB 程度改善しています。これは発信回路部を構成するアクティブ素子の構成から見直し、低ノイズ素子の採用と回路方式の改善を行うことで、低ノイズと音調範囲の拡大を両立させています。これは高精度 TCXO のサンプル対応周波数の一覧表です。一覧にない周波数をご要望の場合はお問い合わせください。以上になります。ご清聴ありがとうございました。